大赤県城は、現在の愛知県一宮市に存在した、日本の城である。一宮市大赤県地内市場屋敷付近を中心施設としたとみられ、一帯には、地下中屋敷、地下西屋敷、地下東屋敷、市場東屋敷、市場地下屋敷、下市城等の障子名が残り、市場を備えたかなり完成された城下があったことが、伺える。諸所書に、 小田平七郎が居住したと伝わり、終わり名所図へは、服部系図によって、小田壇状、左衛門野城勝久とその子平七郎久市長がここに居住し、久市長が学田村に移った後に、弟美人の子孫が移住して服部と改正し、その光栄が桶狭間の戦いで活躍した、服部小平太であるとする。しかし、ハットリの前半部が、江戸時代に作られた。 信憑性の低い小田系図とほぼ一致することから、自身の古い系図を持たない服部氏が家計を結びつけたものと解され、服部系図により大赤見城主を小田宮長とするのは誤りであって、特定の人物には否定できないという見方もある。赤見の地は、天正十二年の小牧長久手の戦いの末期、橋場秀吉の第二次終わり出馬の際に戦場となったことから、 同年10月には、徳川栄康が登場に、西郷屋院を入れて守備させた。2019年現在、県の遺跡番号、02Y018 として、周知の埋蔵文化財放送地になっているが、新名車、住宅地になっており、地表上に、石碑以外のものは残っていない。愛知県一宮市赤見二丁目後、ありがとうございます。